どうも、目玉 YouTube チャンネルです。今回はですね、観賞魚の治療薬についてというところで、まあ皆さんね、治療薬、どんな症状の時に、まあどんなお薬を使えばいいのかっていうところで、まあ迷われる方も多いと思います。今回の動画では、そういった、迷われる方に、まあ参考になればと思いまして、まあスライドにまとめていますので、こちらの方ね、参考程度でね、よろしくお願いします。というのがですね、まあ魚の病気っていうところで、まあ症状が似たようなものもありまして、その時に、このお薬がいいとかっていうところがちょっと紛らわしい部分があるのでですね、一概にはこの表通りにはならないかもしれませんけども、まああくまで参考程度というところで、見ていただければと思います。アジェンダはねこのようになっております。まあ1から7まで、ありますので、気になるところで、スライドの確認をよろしくお願いします。また今回のね動画を作るにあたって、日本動物薬品株式会社様の方に、動画の作成の許可と諸々の注意点を、教えていただきました。本当にありがとうございました。それでは始めていきます。発生部位ごとの治療薬というところで、口ですね、口の方で症状、ただれる、周辺の皮膚が白くなるといった時には、まあ、推定される病気は口腐れ病で、対策としてはグリーン F ゴールド、エルバージュエースなどですね。後ほどお薬の詳細も確認していくんですけども、まあ、グリーン F ゴールド、エルバージュエースともに、まあ、細菌性の病気に使う時の治療薬になりますね。続いてエラの病気ですね。単黄色の粘液物が付着するということで、推定される病気が細菌性のエラ病ということですね。まあ、カラムナリスの病気ですね。対策としましては、グリーン F ゴールド、カンパラ D、エルバージュエースですね。ここで出てくるグリーン F ゴールドについては、グリーン F ゴールド下流のことを指します。はい、続いて体表またはヒレですね。直径 0.5 ミリ程度の小さな白点があちこちに見られる。推定される病気は白点病ですね。よく聞くと思います。こちらはグリーン F クリア、ニューグリーン F アグテン、グリーン F、 グリーン F リキッドという治療薬があります。鱗 1,2 枚程度が充血する、体全体が内出血する、推定される病気は運動性エロモナス症、対策としてはカンパラ D、 グリーン F ゴールドですね。皆さんここまでで、あの病気かなと推定というかね、なんとなく頭の中で、イメージできるかと思いますが、続いてね参りましょう。鱗が逆立ち、松笠のようになる。推定される病気は松笠病。対策としては塩水浴とカンパラの併用、エルバージュエースとなっています。カビのようなものが付着する、水カビ病ですね。推定される病気は水カビ病、ニューグリーン F アグテン、グリーン F、 グリーン F リキッド、このようなものが対策の治療薬となっております。ヒレ全体が赤く充血する、運動性エロモナス症が推定されます。対策としてはカンパラ D、 エルバージュエースとなっています。ヒレの先端が白濁する、推定される病気はグサレ病の初期、カンパラ D、 エルバージュエース、アグテン、グリーン F ゴールド、グリーン F リキッドが対策の治療薬となっています。ヒレ全体が腐る、オグサレ病が推定されます。そして重症度が高いということです。対策としてはカンパラ D、 エルバージュ S、 アグテン、グリーン F ゴールド、グリーン F リキッドとなっています。では治療薬の説明に入っていきますが、簡単に説明します。わからない場合はですね、画面の方を見ながら、確認の方よろしくお願いします。グリーン F、観賞魚の白点病、オグサレ症状、水カビ病並びに細菌性感染症の治療に、使いますと。ニューグリーン F、メチレンブルーとクロルヘキシジン塩酸塩を配合した観賞魚用の白点病細菌性疾病用治療薬です。白点病、オグサレ症状、水カビ病などの幅広い疾病に優れた効果を表しますと。グリーン F クリア、観賞魚の飼育において発症頻度の高い白点病の治療薬です。飼育水に色がつかない無色タイプですと。水槽
ね、水草にも使用できます。グリーン F リキッド、メチレンブルーとアクエノールを配合した観賞魚用の白癬病細菌性疾病用治療薬です。液体タイプで白癬病、ぐされ症状、水上病などの幅広い疾病に優れた効果を表します。グリーン F ゴールド顆粒、観賞魚用の細菌性の疾病用治療薬です。素早く水に溶けて観賞魚の細菌性疾病、おぐされ病や皮膚炎などに優れた効果を発揮します。グリーン F ゴールドリキッド、エロモナス属による細菌性感染症の治療薬になっております。カンパラ D、 こちらもエロモナス属による細菌感染症の治療薬になっております。観賞魚用エルバージュエース、細菌感染症、皮膚炎、アナアキ病、おぐされ病等の治療に使います。薬の効果は2日から3日間だそうです。アグテン、液体タイプで白癬病、おぐされ症状、水かび病などの幅広い疾病に優れた効果を表します。アグテンパウダー、観賞魚の白癬病、おぐされ症状、水かび病、外傷および細菌性感染症の治療に使用できます。メチレンブルー水溶液、観賞魚の白癬病、おぐされ症状、水かび病の治療に使います。観賞魚用治療薬の使い方、病魚をよく観察し病気の種類を判別しましょう。フィルターから活性炭など吸着系露剤を取り外します。吸着系露剤は薬品を吸着しますので薬品の効果がなくなることがあります。また吸着性に優れた底砂利も同様です。水槽の水を3分の1から2分の1ほど取り替えましょう。水槽の中にいる病原体を水槽外に出し魚への感染確率を低減させます。水替えの際、塩素中和剤は使用しても大丈夫ですが、 pH 調整剤や白濁除去剤などのご使用は控えてください。するときは水流の強い場所に投薬し、薬品がまんべんなく水槽内に溶け込むようにします。病気の種類によっては一度の投薬では効果が緩慢な場合があります。薬効期間と水草への影響は、スライドの通りになりますので、こちらの方をご確認ください。留意点です。薬効期間は水温、水質等によって異なります。薬品は使用上の注意をよく読み、規定量を守りましょう。海水魚やアロワナなどの古代魚、大型ナマズ類には使用しないでください。観賞魚、過去メダカを含むを飼育されている方々は、個々に飼育状況が異なります。本資料は基本的な内容を表記していますが、飼育水量や飼育数など、飼育状況によって、各薬剤の薬効持続期間を十分に発揮できずに体調を崩してしまう場合もあります。最後になりましたが、今回の動画にご協力していただきました日本動物薬品株式会社様、誠にありがとうございました。日本動物薬品株式会社様のホームページでたくさんの、治療薬等々を見れますので、ぜひご確認ください。病気に関しては早期発見、早期治療が大切ですので、普段の観察を、怠らないように気をつけましょう。この動画が良いと思われた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。